関西学院後半1回目のタイムアウトを取りました。相手陣23ヤードからファーストダウンテン、失礼、慶明自陣23ヤードからのファーストダウンテンです。ナイスラン、ファーストラン、クォーターバック3番、パスを投じようとしてスクランブル、そのまま中央突破しファーストダウン獲得です。